もう横川選手といえばこれですよ。特にこの長投すごいですよね。これ長投です。これ外足ですね。まあどっちも大きいですけど、やっぱりこのポーズのこの膨らみね、すごいですよね。はい、この、まあ、外足もですけど、こうとにかくこの丸い三頭筋、これどう作ったかってね。はい。普段ちょっと今日は教えてほしいなと思います。はい、お願いします。あれで立ってやらないですね。そうです。僕はもう座っていきます。あとはもうほぼほぼ同じですけどね。上げる位置、ストレッチポジションはここぐらいです。はい。はい、ここから。これなんか意識してます。まあもうとにかく収縮しかないですね。収縮ガチガチに固める感じです。ガチガチに固める感じですね。はいはいはい。もうカチカチですね。でこれ、はい、俺ちょっと若干わざと肘上げるんですよね。おお、そうなんですね。なんか固定が一応一般的だと思うんですけど。あ、まあ、そうですね。僕なんか固定しますけど。ここら辺からちょっとこう上げます。ちょっとこういう感じですね。肩をこう肩関節を動かして。そうです。これ何かあるんですか。力を出しやすくする。まあ力を出しやすくするプラス若干フレンチプレスと似たような意識でやってるんですよ。ちょっとだから長頭を使う感じですね。そうですそうです。で、ここよりちょっとこう上に上げ、うん、上プラスちょい前にずらした方が、うん、がこっちのもう本当に根っこから来るんで、そこまでストレッチさせて一気に全部締め込むみたいな。ここまで伸ばしてここから。そうですそうです。もう本当長頭の肘から脇まで全部これでやっちゃう感じです、ね。長頭っていうのはね、こう肘がこう動けば動くほど長頭が動き出すんで、はい、まあちょっとその動きを利用してそういう感じです。感じてギュッと締める、はい。そういう感じです。ちょっとじゃあ1セットいいですか。そのままいっちゃいましょうか。そのままじゃあ。いきなり一番下ですか。これで。若干あんまり重り吊るしたりはしない。若干、まあ、浮くけど、まあ、耐えながら重り吊るしたりはしないですね。しないです僕は。もうその重さを吊るしてた時もあったんですけど、そっちよりなしの方が僕は良かったです。もう本当上に上がってしまうのを腕で無理やり押さえつける、だから抵抗しつつ、はいはいはい、ストレッチさせつつみたいのが自分はすごい良かった。Ooh.